それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から1点お話をさせていただきます。9月の10日から始まった第3回定例会が本日終了をいたしました。この度の議会でありますが、人口減少対策、GX 産業の集積促進、農業をはじめとする一次産業の振興、さまざまな道政上の重要課題について議員の皆様と活発な議論をさせていただきました。総額約361億円の補正予算案、7件の条例案について議決をいただきました。この度の議会での議論を踏まえて、今後とも道民の皆様の安全安心な暮らしを守るためにしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えています。私からは以上です。